野菜や草花作りを通して土に親しみたい。農業の楽しさや苦労を実感したい。収穫の喜びを家族で味わいたい。そんな皆さんの声に応えて行われている制度が江東区の区民農園です。江東区には3つの区民農園があります。東砂4丁目にある上東区民農園、夢の島1丁目にある夢の島区民農園、そして辰巳2丁目にある辰巳区民農園。それぞれ区が管理を行い、希望者を募って有料で貸し出し、個人利用者は1区画10平方メートル、団体利用者は1区画30平方メートルの畑を5月から翌年の2月まで使用することができます。区民農園を利用するには申し込みが必要です。区では年に一度区民農園利用希望者の募集を行っています。区民農園の利用者募集については例年2月1日号の区報またはホームページで案内され、申し込み方法や募集期間、注意事項について確認することができます。利用を希望する方は往復はがきに必要事項を記入し、指定の宛先へ送ります。区報やホームページの注意事項にも記載されていますが、利用を申し込める希望農園は1つだけです。辰巳、上東、夢の島に重複して申し込んだ場合は無効になってしまうなど、他にも気をつけていただきたい項目がありますので、必ず注意事項をご確認ください。申し込んだ後、有効申し込み者団体には抽選番号を、無効申し込み者団体には無効理由を付した返信用はがきが公開抽選日の前日までに郵送され、その後公開抽選の結果が有効申し込み者団体に発送されます。そして当選者は利用申請、利用承認の手続きを経て区民農園を利用することができます。ちなみに令和5年度の募集結果は、辰巳区民農園では全167区画に対し有効応募者数355通、抽選倍率は 2.1 倍、上東区民農園では全193区画に対し有効応募者数1040通、抽選倍率は 5.4 倍、夢の島区民農園は個人用区画と団体用区画があり、個人用区画187区画に対し有効応募者数643通、抽選倍率は 3.4 倍、団体用区画3区画に対し有効応募者数5通、抽選倍率は 1.7 倍でした。それでは区内にある3つの区民農園それぞれの様子を見てみましょう。まずは辰巳区民農園です。辰巳2丁目にある辰巳区民農園は辰巳駅から徒歩10分、辰巳の森緑道公園内にあります。辰巳区民農園には個人用の区画が167区画あり、入り口から東側には126区画、そして西側には41区画。緑道公園の木立に囲まれた緑の空間にあり、どの畑にも
まんべんなく日差しが当たります。撮影したこの日はクミン農園の使用開始日直後でしたが、すでに苗を植え終えた畑が多くありました。実はクミン農園経験者の方などは、抽選結果を待つ間に自宅の花壇やプランターなどであらかじめ苗を育てておくのだとか。そして当選確認後、農園の使用開始と同時に家で育てた苗を運んで植え替えるのだそうです。野菜の成長は待ってくれません。すでに自然との駆け引きは始まっているのですね。お、ジャングルジムのような畑。これはね、こう開墾的の工房、草あるんでしょ。草あるのを耕してスコップで掘って、下にね、石灰入れて、で、ならして、畝を作る、畝。で、畝作ったら、こうやって植える。ナスとか、あとは何なんだろうな。ピーマンとか、トガラシとかね、ああいうの植えるだけで。その時に、決めた時に植えるだけでね。自分の好みで植えてるだけでね。キュウリも、夏になれば、毎日、またカゴで国内で取れるわね。うん、大量に。あ、それが楽しみだね。ほんで工夫はこういう棚作って、こういっぱい這わして並べるってことが、まあ、工夫のあれだよね。これはキュウリのツタを這わせるためのものだったんですね。いっぱい這わせられるか。まあそれが工夫といえば工夫だね。まあマイペースだから、要するに有益になって、ね、身のたものを食ってれば楽しいなと思う。日本になったのを食ってればね、楽しいんじゃん。それだけだね。こちらにも作業中の方が。ご夫婦でしょうか。今これはどんな作業をしてるんですか。まだ初心者で畝を作ってます。今回初めて。初めて、はい。そうですね、インターネットで見てこのマルチを買ってきたんですけど、あと今隣の方にやり方を教えていただきました。今日2回目なんですけど、ちょっと1回目は準備不足であまりできずに、思ったより大変でした。この大変さもやがて喜びへと変わるのでしょう。記念すべき最初の一株はナス。うまく育つといいですね。続いてご覧いただくのは、東砂4丁目にある城東区民農園。道路を挟んで向こうは仙台堀川公園。場所は南砂駅と大島駅の間に位置しています。城東区民農園には個人用の区画が193区画。街中の開けた空間にずらりと並んで、こちらも全区画日当たり良好です。それぞれの区画を見ていると、畑作りへのこだわりなんかも感じられます。例えば風よけ、専用のフィルムやビニールで囲ったり、肥料の空き袋を利用する方もいました。そしてこちらはペットボトルを再利用。これはあったかそう。苗も喜んでいるようです。植えたばかりのキュウリの苗、気持ちよさそうですね。これはキュウリとトマトとナスとピーマンとじゃがいもと、こう種に植えてこう出てくるじゃないですか。で、水あげてるとこう入ってくるから、これはやっぱり日々楽しいですね。で、実際あの実がなって、で、食べると結構美味しいんだよ。こちらはだいぶ手慣れた感じの畑。スイカが一番向こうかな。で、キュウリとトマト、
あとピーマンと、今日はちょっとシトウっていうのかな、うん、買ってきたんですけど、今年初めてのスイカやったんですよ。だからそれにちょっと期待するんですけどね。私は独特でいつもこういう風に作ってるんだけど、周りに迷惑かかんないように、このネット張ってるんですけどね。なるほど、収穫の楽しみと周りへの配慮を両立させたんですね。でも初めてなんです。初めて、で何回もやったけど落ちちゃって、今回トマト当たったんで。そうですね、今日はキュウリとかね、トマト、枝豆、前にやってた人がよくここで育ってキュウリをねくださったんですね。そのキュウリがね、美味しくて、それでわあキュウリだけでもこういうのやってみたいわと思ったんですね。そしたらたまたま補欠だけど当たったんで、それでもなんとか、ちょっと体不自由なんで、足が不自由なんで大変でしょうけどもね、その張り合いでね動けんじゃないかなと、美味しいキュウリ楽しみですね。収穫の時期を思い浮かべるだけで張り合いも生まれます。やっと当たった自分の畑、存分に楽しんでください。続いては夢の島一丁目にある夢の島区民農園の様子をご覧いただきます。夢の島区民農園は新木場駅から徒歩5分の夢の島競技場に隣接しています。夢の島区民農園の指定管理者の吉澤と申します。夢の島区民農園は187の個人区画、3区画の団体区画、計190区画ございます。とても日当たりも良く、たくさん野菜を育てることができます。施設内にはバーベキュー場も備えており、利用者の方はご自由にご利用いただけます。また月に一度交流イベントなども行っており、皆さんに楽しんでいただいております。夢の島区民農園は2012年に開園した区内で一番新しい区民農園で、バーベキューサイトなど他にはない施設やサービスがあります。こちらは有料駐車場、一般の方も駐車できますが、農園利用者用に10台分が確保されており、満車表示が出ていても空き枠がある場合に入庫ができる専用カードを発行しています。また夢の島区民農園ではなかなか農園に来られない時期、利用者に代わって管理人が水やりをしてくれる水やりサービスも行っています。施設やサービスの充実した夢の島区民農園、快適な農園ライフが楽しめそうですね。ここで来るとみんな要するに趣味が同じだから、いろいろ話も、それから教えてもらうこともあるし、私はまだそんなに器用じゃないんですけど、結構、見ると分かりますけどね、こう、あ、この人と大事やってるなっていう感じで、みんな教えてくれるんで。失敗や成功など、利用者同士で情報を交換し合い、交流を深める中で、野菜の育て方もうまくなっていくようです。子供育てるんじゃないけど、ただ自分がちょっと手抜くとこっちがはっきり出ますからね、こうなるから。なるほど、野菜は正直、手抜きは禁物ということですね。皆さんの声を聞けば聞くほど楽しさ、奥深さが伝わってくる野菜作り。普段の暮らしの中でこのような体験ができる区民農園は、植物を育てる醍醐味や収穫の喜び、交流の大切さを気づかせてくれる貴重な施設なんですね。私もぜひやってみたくなりましたよ、吉澤さん。今年度の募集はすでに終わってしまいましたが、もしご興味ある方は来年度ご応募いただければと思います。お待ちしております。Thank you.
9時、正午、3時、7時、役立つ情報放送中、見てねとことみちゃんも言っています。